はい、どうもクリピナッツのアルシュです。オタクインザフット、ね、前回も、DJ 松永の家に、行かせていただいたんですけども、ちょっとね、まあ商業的にね、まあ、ご飯が食べれるようになってきて、 DJ 松永がちょっといいとこに引っ越したというんでね、第2回目ということで、ちょっと DJ 松永の新居に、行かせていただこうと思いますね。めっちゃ遠かったっすね、とりあえず。じゃあもう行ってみましょうか。すごいですよ、このライト。おい、お疲れです。玄関まで何分かかる。うわ、ちょっとね、まずこれなんですよ、やらしいですね、この丸窓が。お前に住所行ってやろうか。お前に住所行ってやろうか。先生、先生、後で音読したのか。お前に住所入れるからね。はい、じゃあ、入りたいと思います。お邪魔します。うわ、綺麗な。今、くしゃとか言ってるけど、あの、ペットボトル俺の。うわ、綺麗な。じゃあ、ちょっとお邪魔させてもらいます。いいですか。じゃあ、皆さん、あの、靴でね、上がってもらって。いや、大丈夫。これは、これなんですか。いや、これ、あの、はい、まずね、サイコパスみたいな。サイコパスみたいな。サイコパスのようなお風呂場。全部が白。全部が白です。サイコパス。住みよい感じしてるだけで。危ない、白の部屋、危なくないよ。全部同じ向きのことは、これね。いや、落ち着くんだって。おそらく死体がこの部屋。家は落ち着くわ。生首か。生首入ってないよ。え、すごいわ。ちょっと、おい。いや、ここは。やばい、何これ、こんなんいる？これ何なんだろうね。本来こんなもんな、家族ですもとか。いや、そうそう、だからここで子供縄跳びさすねんって。縄跳び、いや、そうやろ。自転車で縄跳びさすしたら、このビニールのプール置いてここで遊ばすとかに子供。でもそれできそうだね。やろ、だから一人暮らしの。なんか田舎育ち、生まれ田舎育ちだから、ゆったりしたいんですよ、うん、東京のゴミを見せた、喧騒とは離れたいんですよ。ゆったりか、これちょっと落ち着かんで一人だね、これね。 DJ 松永のね、あれ、これどん、あれ、俺がデリヘル城を読んで、その、うん、あの使い方もようわからんのに、松永さんちで、あの、うん、置いたレコードとかも、まあ、これ全部入ってるよ。え、ちょっと待って、これ何なの。これはこんなん置くやつだったか。いや、これ、いや、これ置くに訳があって、一人暮らし始めてさ、自分の好きな家に住みさ、自分の好きなもの、家具とかを揃えてさ、生活していくじゃん。全部自分の時間帯もさ、生活スケジュールも全部自分で決めれるからさ、なんか自由聞きすぎて、だからつまんなくなっちゃった時期があって、これなんかアンコントロールな部分を一人暮らしの中に設けないと、俺なんかおかしくなっちゃうと思って、でベストは人と住むことだなと思ったんだけど、それはそう。時点でペット飼う。でこれペット不可ですから、この物件。どうしようと思った時に、観葉植物むっちゃ買おうと思って、今観葉植物9に囲まれてる。9の観葉植物に囲まれて暮らしてるんですけど、やばいや。観葉植物をポンポンポンって置いた時に、うん、なんか閉まらない空間がいつか出てきたなと思って。閉まらない、この空間閉まってなくないみたいな感じで思ったんですよ。だからそれで、でも全部実用的なもの以外置きたくないっていう、うん、なんかインテリア、完全になんか置物ってさ、うん、おしゃれなために置くものってさ、すごい傲慢な気がして、うん、ちゃんと使うものを置きたいなと思ったの、うん、だから絵は、絵置きたいけど絵置きたくねえなとか思ってた時に、いろいろ調べてる時になんかボタニカルアートっていうのをネットで検索して、うん、なんかこれ、植物の標本なんですよ。だから、うん、こいつの死んだやつだから、実用性は、実用性はなんか標本。いや、だからもう見て、勉強する。なるほど、植物はこうっていう。いや、勉強する。あと、こいつの死んだやつだから、なんかこいつと連動してんのよ、うん、こいつこうなる。だからなんか別に 100% おしゃれなもんじゃないっていうのが、まあ、長い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 逃げ工場、長い逃げ工場がありましたけど、これが DJ 松永のインテリアでございますね。見てください、こっちはほんで作業部屋、作業部屋ね。あ、これはこれ前の家の面影がまだ残ってる。面影もクソもねえだろ。ちょっと待って、木もなんか、何これ。まあ、オーダーメイド的な、あの、こんな色のさ、うまいチョコレート菓子あるよね。チョコレート、ミルクチョコレートみたいな、スパイスチョコレートみたいな。すごいな。え、これは何？時計です。え、これはあれじゃない、これちょっとおしゃれじゃない。おしゃれだ、時計、時間みたいです。時間なんか見れるか、こんなもんで時間見てるか、携帯で見れるの。めちゃめちゃ時間みたいです。時間好きだから、俺時間めちゃめちゃ見てる。あと湿度よ、湿度、湿度を測るようになりましたね。いや、あの大事なんだって。あの、おい、何あれ、何がついてんの、あそこに。あれ、あれ、うん、いや、あれ、まず、あの、エアコンの風がさ、うん、直にさ、俺、喉弱いから、喉やられるから、DJ練習した時にエアコンの風がバーって来るのよ、うん、だから喉痛めないために、
こいつで風よけというか声優なんか。なんで声優じゃないよ。あれもうボタンかな。いやそうですよ、死んだ草の中に、うん、いいですね。いやだから死んだとか言ってなんかあのおしゃれじゃない感出してるけどもう言い訳ない。ここは服か。ここは服ですよ。まあ服とか全然興味ないんで。ふざけんなよ。服とか別にどうでもいいんで。じゃあちょっと2階の方にね。2階の方に。これ我々私のリビングスペース。あーすげえ。うわすごい松原さんの。ちょっとこれえうわ。なんじゃこの形。何やこれ。いやこれはそういう物件なんです。すごいな。ここ取るの。いや取るぞ。いやちょっと、うわここにも置いてます。そうですね、はい、ふわっ出ました。これも死んだ植物です。すげーな。死んだ植物です。ゴミ箱おしゃれやな。ゴミ箱のそばに植物を置くと、うん、なんかうやむやになるんだよね。ゴミ箱もちょっと汚いんで。でも虫はぐんじゃ逆に。虫はぐら全然わからない。ほんま、そうちょっといろいろ処理しっかりしてるから。なるほどね、うん、なんかもういろいろ触りたいけどさ。なんやねもう。なんでこれ。なんでテーブルじゃん。なんでテーブルのここが透明だろ。いや別にあるんだよ。なんやねこれやつ。なんでこれ2つあるの。1人しかなんかやっぱり空間が閉まらない。これ何やし、ね、最初まで分かったんですけど空間閉めていきたいんですよ。なんか気使わすでこんな初めて人を家招いたら座っていいんやろみたいな。あるで座ってほしいよ。今じゃあもうちょっとここに。あ汚ねお前汚ねお前。じゃあここの空間に黒いらないの。いやいるよ。いや黒いらないよ。いや意外とこっちのテレビは割とそう大きいテレビ買おうと思ったけど、うん、もう完全にこれをベスト収まりがいい。あと、でかいテレビって下品と思って。ほんま俺めっちゃでかいテレビ。うわ、くっさ。だって、臭いじゃないですか。くっさ。いや、だって、俺映画とか見たいの。きつ。俺はどんな部屋が汚くてもいいの。あでかいテレビで、そのいいソファーで、好きな映画だけ見られればいいから。それ以外に、これ多分、コンセプト真逆やと思う。確かに。これはいらんやろ。いや、これいるのよ。いや、俺もう別に、一人暮らしだから、この2階建ての家でもう備え付けの収納で全部足りてるんですけど、まずここに観葉植物置いた時に完全に空間閉まらないなと思って、いらないけどキャビネット買うかと思って。キャビネット、キャビネット買う。キャビネットこれなんかクジラ戦略です。でもキャビネットって実際物入れてますから、実用的なものです。何入ってます。物入れさせていただきます。まあ薬的なもの。ああなるほど。じゃあやっぱこれですよね。ジョウロです、ね。ジョウロ、ジョウロ実用的なんですか。こいつでこいつに。でもおしゃれなの選んでるな。ここはこう。うわ、気持ち悪い。いや、絶対じゃあ、ね、寝室の方になりますね。ちょっと、何これ寝室。え、ちょっと待って、確認したんですけど、うん、このベッドは、うん、サイズは何ですか。ダブルベッドにしたの。ダブル一人で住んでるのに、うん、セックスしたことないの。ダブルベッドにしたの。いやもうそれ後からすごい言われて。すごいよそれは。すごい言われて怖いで逆に。いやなんかすげえ、なんかダブルベッドってヤリチング買うやつだよって言われて。そうやそうなんだと思って。いやだから俺から言わせてもらえればヤリチンの家やで。こんなおしゃれな。あとなんか最初に来た時に、うん、リビングから直でダブルベッドめちゃめちゃ勝手がいい。やるときに呼んだことがめちゃめちゃ勝手がいい。じゃあここはリにかなってる。なるほど。じゃあここは必勝コースってことですね。そのリビング、ここのリビングがキッチンがあって、あの飯食おうやみたいな感じで、ちょっと映画でも見るかみたいな。そこリビング酒飲みながらこうちょいスムーズだ。すごい部屋に住んでるな。スムーズなんだ。完全に持ち腐れやけど全てに。じゃあアルバムの話しましょうか。アルバムアルバムの話で、うん、まあ、ここで出来上がったと言っても過言ではないね、この部屋で。トラックに関してはそうですよ。そうですよね。トラックに関してはこれできました、うん、俺はゴミダメで歌詞書いてましたね。いいね。でも前の家が昼間とかも電気つけないと日が差さないような空間だったし、もう大通りに面してたから、もう常に人通りでな、車がバーバーって、なんか結構気持ちが沈むようなところに住んでましたので、割と住み心地はだいぶ良くなったから、まあまあでも気楽に作れるなと。あそこからもうここへの変化っていうのはこれ夢ありますよね。夢あるかな。あるでしょ。もう見てるヒップホップヘッズたちもなんか俺もやったろかってな。だからこれはブリンブリンですよ、この家は。これブリンブリンなの。この家は完全にブリンブリンですよ、DJ さん。これブリンブリンなの。そうよ。
だからその格好してるけど、もう俺の目には、うん、これをつけてる、これをつけてる、歯にもうグリルがもうで、そんぐらいやっぱすごいですよね、これは。いや、あるじゃないですか。いや、まああのたまたまだよ、うん、たまたまナチュラルたまたまじゃない、実用性を求めても一つずつ買ってた結果的にこうなった。そうですね、この俺と同じくこの素晴らしい家に嫌悪感を抱いたファンの中には、うん、ちょっと待って、俺が買ったことでこの金でもっと松永だるい部屋になってだるい部屋って何だ。いや、だるい部屋だるい。もうあまりにもあなたの買った CD で入ってくる、回り回って入ってくるその印税が血となり肉となりの標本となります。これになります。いやいや、まあ、あなたたちが払ったくれた代金でこれ買いましたよ。俺応援してるなって言ってその買った CD の金がこれになるよ。これになりました。空間、あなたのおかげで空間が閉まりました。